浅妻徹の22時から朝食を。まあじゃあ今年2024年になりまして、はいはい、まあ今年もたくさん撮ってもらおうとしてるんですけども、はいはい、でラジオ始めたじゃないですか、はい、まあ出させてもらったんですけど、またなんか新しいこと始めてるじゃないですか、はいはい、今年はなんか2人でなんかできそうなことなんかまたちょっとやりたいなと思ってるんですけど、コラボレーションです、ね、コラボとか、 なんか新しいこととか、うん、なんかここでできるとしたらなんかできることってあったりしますかね。いや、そうすると、まあ、浅妻くんと私の一番使えるスキルとしたら喋るスキルだと思うんで、それこそ2人でポッドキャストを1個作るのはありかなとは思ってます、うん、まあ、ちょっとお題がどういうお題にすべきかっていう問題があって、一回考えたのは、あの我らまあ平成初期の生まれではありますよね、はい、平成に生きた人間ですね、まあ、そう、ほぼ平成しか生きてない人間ですけど令和についていけませんから、だからそのなんか、まあ、その同世代に向けて、まあ、平成生まれのリアルみたいな話をこうしていくとか、うん、まあ、30代になってまたちょっとライフスタイルが変わってる、ね、大きく変わるじゃないですか。ずっと独身の方もいらっしゃいますし、まあ、結婚して夫婦になってる人もいます、なんか子供もいますとかっていうのは、全然あのライフスタイルは違うけどなんかどっか共通できるところとかって結構あるのかなと思っていて、まあ、90年生まれは結構いろいろ変化が多い年に生まれてる世代だと思うんで、うん、2000年になるとか、うんうんうん、結構あなんだ昭和の初代のちょっと前の人たちよりも結構変化の多い時代を一緒に過ごしてきたから、なんかそこでコンテンツ作ったら面白いかなとか思ったりとかしてますけど、ね、喋ることに関しては無限ですからねそう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 、もともとねずっと喋ってるわけですから、そうそうそう、だからあとはなんだろうね、もう本当に仲良く喋ってるだけでもいいのかなっていうぐらいずっと喋れるんで、例えばなんかこういうことを喋ってほしいとか、こういうの見たいなっていうのがあったらぜひ書いてくれたら、あ、いいですね、嬉しいですね、よかったらコメント書いてくれたらと思いますし、あとはそうですね、まあ写真をやってるっていうのがあるので、まあ、浅妻君に限らないんですけど、うん、やっぱモデルさんいろんな人のいろんな人を撮っていきたいっていうのがあって、うん、その人たちを撮ったやつで、写真集を一個作ってみたいなと思って、花スタジオを撮ったポートレート写真集、写真集、そう、一人の女性とか男性 の写真集じゃなくて、うん、僕側の目線でのいろんな写真、モデルさんの写真、うんうんうん、1ページ浅妻君、2ページ太郎君みたいな感じでっていうのをちょっと作ってみたいなと思って、まあ、今年じゃなくてもいいんですけど、うん、それは結構自分としては一冊作ってみたくて、俺もねちょっとぼんやりと、あ、こういうのやってみたいなっていうのは一個あって、はい、まあ俺だけじゃないか分かんないんだけど、写真撮るじゃない、うん、で俺は出るじゃない、うん、の写真とかを集めた写真展、写真展、ほう、できたらいつかできたらいいなってちょっと軽く思ってた。パネルでさ、はいはいはい、展示して、あ、なるほど、ね、でそのパネルを実際に見に来てもらって、うん、でそしたらね、僕ら立っててお話もできるし、見てくれてる人たちに直接会えるし、はいはいはい、写真も見てもらえるし、うん、俺は出てるところも見てもらえるし、うん、っていうところで写真展とかちょっとねやれたらなってちょっと思ってたとこはある、はいはい、だ写真集っていうのを聞いて、あ、そういうの手もあるなっていう、なんか今年は写真をデジタルじゃなくて物体としてアウトプットするところまでやろうと思って、ね、媒体、紙媒体、そう、映像と写真の違いって、物体にできるかできないの、映像って絶対物体にはできないじゃん、うん、まあまあ、データ上で画面をパソコンとかテレビを返さないと絶対見れないものだけど、写真ってやっぱ紙にできるから、うん、やっぱ写真の醍醐味ってそこに結構あると思っていて、うんうん、で、まあ、それを一つの写真集で、今度は3月とか4月頃に展示会のグループ展っていうのがあって、うん、自分の写真1枚だけ展示するっていうのをやるんだけど、うんうん、だそれ結構ね面白いかなと思っていて、だその俳優浅妻徹と、まあ、他の人とかと、なんだろう、その写真でドラマを作るみたいな感じ、そしたら、うん、結構そしたら楽しいかもしれないね。なんか
SNS だけじゃなくて、うん、なんか違うところで出してみたいなっていう思いはある、うん、俺もせっかくねたくさん撮ってもらってるし、うん、お互い、うん、技術も上がってると思うから、うん、俺も間違いない一番最初に撮ってもらってる時より最近にやってもらってる方がっていうところは多分あるから、うん、立ち姿とかもね、うん、だからそういうのも含めてなんかこう見てもらえるところを作れたらなっては思ってるかな。そうね、なんか今年はより俳優浅妻徹を生かせるような撮り方をしてみたいのが正直ありますね、うん、コラボっていう。そうだね、だそのなんかやっぱ演じるっていうところでやっぱその演じることによってその写真の雰囲気をもう大部分を担ってもらうというか、うん、こっちは撮ってるんじゃなくてちゃんとその浅妻徹が作ってる世界観を俺が切り取るみたいなのができたら、うん、結構2人としたコラボ、ここがコラボした意味が一番そこにあるかなと。なんかもうコラボというかうちのチャンネルでどんどんなんかやりそうな気がしますけどね、もうもはやそれ、まあ、なんか制作過程はもう浅妻さんのチャンネル載せてもありかもしれないですね、うん、なんかこういろいろねちょっとまた今年も2人でできたらなと思うんですけど、まあ、2人かどうか分かんないですけど、またここを中心になんかいろいろ展開していきたいできたらなとは思ってますので。そうですね、やっぱ創作活動はかあの浅妻徹くんとあともう一人太郎くんの2人で結構あの僕のクリエイティブ展開してる感じあるんそう、ね、その2人そう2人にやっぱりちょっとと協力しながらやっぱ作っていくのが、うん、多分僕としても楽しいし、楽しいしね、一番成長しやすいような、うん、ロードマップな感じがしますね。ぜひ、まあ、2024年の展望じゃないですけど今後のね、はいはい、やりたいこととしてちょっとできていけたらなと思っております、うん、はい、というところですかね、はいはい、今週は花スタジオさんをゲストにお迎えしてやってまいりました22時から朝食を。来週からはまた普通のラジオ形式になるかと思いますのでぜひともチェックしていただけたらなと思っております。花スタの SNS 等々は概要欄に貼っておきますのでぜひともチェックしてみてください、はい、というわけで今週はありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次の動画で、次のラジオかな。それではちょっと待って、締めを間違えたわ。いつものでいいんじゃない。はい。それではまた次の動画でお会いしましょう。明日もいい日になりますように。ファイト。